既存の地図描画処理っていうのは、まあ、ネイティブでやった方がいいでしょうと、Java で書くのはちょっと重いですね、というのがあります。ただ今、こういった、まあ、特に車載機ですね、車の車載機ってハードウェアで、頂上で絵を描いてるわけですね。で、そういった、頂上して、独立して書くところは、まあ、今まで通りのネイティブのアプリケーションと書いてしまって、そうじゃない、ネットワークに対応するですとか、ユーザーインターフェースのところの画面ですね、画面のレイヤーを Android で書いてしまう。まあ、こんなような合成をすることで、で合成するこの、今まで一番ユーザーに近いところを Android で書くとですね、リッチな UI ですとか、ネットワークの接続とか、うまくできる。もしかすると、将来的にはこの地図のところも、ネットワークから地図の情報を取ってきて、描画するような形に、まあ、フルアンドロイドみたいな感じに持っていくと、もっと面白いことができるかと思います。で、活用例。これは自己紹介兼ねてご紹介したところで言いますと、去年の11月の ET 展で展示した、デモの内容では説明する資料になってますけども、まあ、時間もかなり押してきましたので、ささっとお見せしたいと思います。で、全然携帯機器じゃないんですけど、これアットマークテクノさんのアルマジロっていうやつです。写真だと分かんないですね。タバコが置かれるとこれぐらいです。これぐらいですね。これぐらいの大きさで、まあ、画面的に大きいんで非常に操作しやすいんですけども、まあ、これに Android を乗せてですね、ネットワークを連携させたアプリケーションを作りました。でしょ。で、何をやったかというと、どうか見えないか。USB のカメラでですね、こういった画像を読み込ませるんですね。で、画像は画像にはコードが埋め込まれています。で、大体そういう場合ってQR コードとか使うんですけども、白黒の。そうじゃなくて、普通のこういう画像ですね。画像の中に富士通の FP コードっていうのがあるんですけど、それを埋め込んで、カメラで撮って、デコードする。で、3つ画像を選ぶとですね、その画像から連想される温泉をレコメンデーションしてくれる表示するという温泉診断っていうアプリケーションです。で、まあ、カメラで取り込むところ、カメラのデバイスのサポートを Android で、まあ、新しく追加したりですね、あとは、まあ、ネットワークの通信、実際これ、ニフティさん のニフティ温泉っていうコンテンツがあるんですけども、そこに問い合わせをしてレコメンデーションを得てるんですが、その通信のところは、まあ、Android のネットワーキングの機能を使ったりとかしています。で、今言った説明は、カメラをつなぐところですね。実はもう一個センサーですね。方位を取って、例えば東北向いてピュッて選ぶと東北地方に絞り込んだ検索をしてくれるとかそのようなこともできるような、ちょっとふざけた仕様なんですけども、そういったためのセンサーですね。電子コンパスがついたセンサー、実は Android に API がちゃんとありまして、それを、まあ、ちょっと今回使ったハードに結びつけると。で、そういったような、はいですね、カメラの情報から取り込んだ、コードの番号と方位情報を、サービスですね、Nifty の方に飛ばして、でそこから、まあこれはレストで飛ばして、それで HTML が返ってきて、Web View でちゃんとブラウジングできるような形で見せるというような形にしていました。で、仕組み的にはカメラのあれですね、こういったようなところ、特に先ほど言ったミドルウェアのところ、ここのところに特殊なカメラのドライバーですね、ドライバーのコードを入れて、まあ、終了したという感じになっています。で、アプリの回、まあ、これで作ったアプリの流れをちょっとご紹介しようと思ったんですが、多分これは後で、水さんの回で。アプリ実際にハンズオンで作ってくれると思いますので、もう飛ばしますでしょう。一言で言っちゃうとですね、実機が1台しかなかったんですけども、アプリはエミュレーターで作っちゃって、かなり短手間で最終的に結合できましたということを言ってます。そういったところも Android の今利点ですね、先ほど言った利点を証明できたのかなというふうに思います。
で次は Android と既存製品を組み合わせるってやつで、あのもうこれ静止画で申し訳ないんですけど、実はこのお姉さんがですね、あの音声再生と合わせて口を動かしてくれるとか、うん、ちょっと首かしげてくれるとかっていう、これモーションポートレートっていう、まあ、製品があってですね、それを動かしてます。でそれはあの Linux のネイティブのアプリケーションなんですけども、それを Android と組み合わせました。具体的に言うとテキストをですね、あの選択するようなところを Android の View でやってですね、でそのテキストを、なんか音声合成、これは富士通のニュースピディアムっていう部品使ったんですけども、そこで、あの音声合成したものを、再生する。でその再生するのと同時にこの顔を動かすんですね。でここの一番のミソは Android っていうものと標準普通の Linux のアプリケーションっていうのを共存させているという点ですね。あの Android の中の画面に埋め込んではないんですけども、こう切り替えでやってます。